どうもー、ストーズです。寒いよ。朝早い。今何時？今7時。7時。さあ、寒すぎだろ。やりすぎだろ。寒すぎて見えない。いやいや、なんでそっちでさ、ふざけてこっちプレイするじゃん。すごいガチでプレイするじゃん。大げさっていうか、ちょっと誇張しないと伝わらないから。はい、ということで、2022年もすっかり明けてございまして。明けてございまして。明けましてございまして。明けましてごめんなさい。明けましてございまして。はい。僕らのツアーフィールドシーも始まって、いいライブだよね、本当に。いや、実際まだ始まってない。確かに、オープニング実際まだ実際まだ始まってない。2曲目回すから。3曲目に言えない。ちょっと変わるかもしれない。で、これが乗ってる時はもう、フィールドシーも絶賛始まってて、うん、まあ、みんなと一緒にツアーを駆け抜けてる最中でございますけども、今回、うんうん、何をやるか、お、なんだろうな。朝早い。もういい。休憩するのいい。じゃあ、はい。バッティングセンター行きます。イエーイ。バッティングセンター行くまでのドライブだから。ドライブ。今回は、第2局ドライブ企画。今日はヒカキンさんいないです。ドライブで毎回助手席座ってくれるわけでもない。そうなんだ。体動かすけどドライブがいい。あ、いいですね。いつもさってたので、ちょっとまあ実践しつつ。どちらもだね。だからドライブと体動かすけど。やっぱ、野球ってのもやっぱ、このブームみたいな。無理しなくていい。いい、別に。考えてからじゃん。別にのんびりオープニングやってもいいから。頑張ってみんな、みんな顔、胸が緊張したよ。ハムじゃない。ハムやばい。行ってきまーす。言うとこ違うな。絶対さっきのカメラだったうわー、朝日だわ。いや、こんな朝にドライブするの初めてじゃない？初めて。早いなー。でもさ、どうせ食うならみんなで同じもの食いたくない、飯は。そうね、みんなと食った方がおいしい。やっぱ牛丼じゃない？うん、やっぱ飯はみんなとだよ。飯はみんなと。飯はみんなとだよ。こっちも最近さ、一人で食ったりしたの？俺昨日、それこそさ、少年クラブの収録あったじゃん。1個まで仕事ちょっと早く終わったから、食堂で一人で食った。うわ、どうだった？どうだった？いやー、やっぱ飯はみんなとだね。ごめん、じゃあ。そっか、これ出てんだ。リリースされてるから、ファンも喜ぶ。そうよ。違う人のパート歌おうかな。俺、まず自分のパート歌いね。俺も覚えないでね。あー、眩しい。で、まずね。サングラス持ってこなかったんですよ。落としてない。サングラスにしちゃうと前見えない。出そうか。見えねえ、一緒だろ。メガネ、メガネ。ね、今日は、チョモの顔がなくなったよ。なんで、見して。チョモ、シェルダー、シェルダー。どうも。あそこ二人なんだ。俺最近思ったんだけどさ、あ、冷たい。今さ、俺と京本のいじりするのってもうジェシーだけじゃない？そうね。何？またいじってた。もうさ、京本二人なんだ。もう京本、北斗、今さらいじる人いなくなったね。もうジェシーしかいない今。ジェシー。ジェシーか。いや、メンバー多いだよな。あと雑誌の人ね。ちょっと待って。わ、みんな、朝日、ビルに反射した朝日が左側にあるところの東京タワー見たことあるの？何それ？限定すぎて条件が。やめろ。てか俺みんな乗せて運転するの実は久々なんだよ。スカイツリーの時もコーチだったし。あ、最初だよ。あ、そうか。じゃあ緊張してんの？いや、緊張してねえよ。してる。来いよ。ね、何の気分？ハンバーガー？やっぱハンバーグ？いやー、俺でも何かうどんになってきちゃったよ。いや、わかるわかる。俺ね、ポトフ食いてんだ今。なんで？銀座はなんかないの？銀座朝のイメージ、朝飯食える？肉の切り方、卵サンドとか。肉の切り方行こうよ。久々に出た肉の切り方。キンタロトルだけ飲めなくてさ、4人で分かる。しかもあの時俺ら生肉だけ食って感じだったんで。むちゃくちゃだよ。いや、アラカルト、あ、違う、あの、一品料理ばっかなんだよな。で、もうさ、言ったらさ、メニューに書かれてるやつはさ、生肉ももう一品料理じゃん。言ったらさ、そうね、ユッケとかさ、の類じゃん、多分。なんだろうね。肉を焼かないよね、焼肉行って、あんま。今度あれやる？カルビの。何いけるか？違う。食べ、なんかあの、
当てるやつ。カルビ、キキカルビってこと。キキカルビ。いや、俺ら何年カルビ食ってるんだよ。キキカルビだよ。キキカルビとかキキロースとか。いや、俺ら彼からもう4、5年ぐらいカルビ食ってねえんだ。これ今銀座？東京か。銀座だ。だから秋葉って東京の奥？東京の奥。あ、じゃあもう秋葉原に行っちゃうか。山手線で言うと東京の3つ4つ奥。へえ。だったらもう秋葉原まで行ってさ。秋葉原の方でちょっと飯食うか。秋葉原のどっかでチャーシュー箱よ。だからお前チャーシュー箱って言うな。お前。お前。しまくない。おお。あれ踊ってる。ネギ。ミスターズ大好きネギ。本当にさ、助手席として一番機能しない音の助手席だと思うんですよ。右、左って言ってるけど。プロベプロベプロベ。前2人と後ろ4人の温度差がすごい。まあ、暖かいしね、こっちは。言葉にするなよ、寂しい。やっぱジェシー のテンションについていけるジュリがすごいよ。これマジかったね。うん、マジでたまんね。来たー、キバ。じゃあ、じゃんけんで負けたやつが買いに行く。うん、でも、もう5円なんだよ。ここ一応路面ではある。24円1なんだよ。やってる人いる。まだいる。人いる？あ、本当は人いるね。やってるわ。ここに止めて、あ、やってるわ。ジェシーここに止めて誰かが歩いて買いに行くか、うん、でその間に俺回っておこうか。どうする？2人2人だな。安いし俺と一緒から行く。 OK 電話するよ。そしたらはい。なんかさ、家で休むとかじゃなくてちょっとわざとね計画を立てた休日で最高な休日って何？俺ないな。マジ？ない。なんだろうね、ダーツ、ビリヤード、買い物って映画。なんか計画立っちゃった時点でしんどい。じゃあ休日に言われて最高な一言。俺、母親から生きてるって言われた時。ん？最高か？心配されてるから、ね。もう、まあ、結構前なんだけど、うん、一人暮らし始めたての時ぐらい。うん、もう、結構その時期暇な時期で。うん、まあ、言って、3、4年前よ、うん、で暇な時期って母親知ってんのに知ってて、うん、俺マジで家出ないで本当に1週間ぐらい死ぬほど寝続けたの、うん、そしたら生きてるって言われて、うん、連絡ないし、うん、位置情報を母親に把握されてて、うん、家から1秒も出てないと、うんうん、生きてるって連絡した時にうわ俺こんなに休めてるんだ今って。あ、来た。誰のおごりだろう。ありがとう。ねえ、あざーす。ありがとう。ありがとうございます。結構混んでたね。ありがとう。試したもんでね。はい。発表していきまーす。はい。ドリンクはまだいらないの？いいのね。うん。ありがとう。うまい。うまいな。うん。よ、シートベルト完了。俺、食い終わったからもう動いとこう。俺って松村北斗以外だったらさ、これ。なんて名前だったらしっくりくる。いや、また消して。うわ、やばい。いいでくるなぁ。今のスピード絶対日常的にこいつ山下圭介っぽいなって思ってたスピードだよね。俺はね、でもね、なんか、うん。フータとか、ソータとか。俺が？うん、なんとかタっぽい。フータ。俺でもよく言われてたら、まあ、ある。シュンやって。当ててみ？誰に言われてたの？地元ってか、中学校の時とか。なんとかっぽいよなと。そうそうそう。っていう話さ、学生の時とかしたことある。あ、わかった。あるある。当てるよ。いいよ。ハヤト。違う。ハヤトじゃない。ハヤトっぽいよ。ハヤトっぽいよ。で、俺友達にハヤトが2人いたんだよ。いたんかーい。だから、ハヤトとは言われなかった。それ、点点つく？つく。勝負。違う。え、何文字じゃん？それくらいで。4文字？大輔。いや、真ん中のどっちかの写真。5ギガガガギゴ。まあ、近しいでも。近いんだ。文字数が合ってないね。文字さんだったらガガギゴじゃない。ラムネ。小僧。小僧？
小僧。田中小僧。田中小僧。田中小僧。最悪なニックネーム。なんだろう。え、待って、文字数は3文字。3文字。じゃあ、しずやか。水木。いや、まだ。のぶき。違います。え、でも、そういう、なん、例えば、のぶきってみんなさ、聞いたことないでしょ、そんな。うん。聞いたことある名前。馴染みがあるかって言われたらあれだけど、絶対に、みんな多分、口にしたことあるというか、耳にもしたことある名前。うん。あれか。あそこだね。え、もう、セーフアップしても入っちゃうから。いい？最初文字言ってよ。家業。家業？うん。あ、聞くけ、カズト。言っていいもん。待って。無理だな。まだ明るい。あ、じゃあ、下の駐車場に到着した時がタイムリミット。キムチねえ、お前さ、言い方だけで持ってこうとしてるんだ。あ、分かった。ん？カズト。今言ったよ、俺。あ、言った？お前やばくない？やば。やばい、暗くなっちゃったよ。みんな考え方近くなってるよ、ちゃんと。もう、一文字目だけ言ったよ。け。け？け？けじ。けんじ。け。ケビン。あ、じゃあ、お前正解。え、嘘でしょ。ケビン。本当？え、マジで言ってるの？お前さ、全然待って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 、なんだよ、クソつまんねえんだけど。クソつまんねえ。ケビンっぽいねって言われたけど、足速くてさ、そんなに。確かにケビンは足速くて、やばすぎ。ふざけんなよ。ふざけんな、こっちだろ。カズキとかなんかいっぱい当てはめやがる。ケビンだろ、どう考えたら。ケビンがねえよ。俺なんて言われたの？カルロス。ほら、答え言って。俺当てた方がいい？一文字目何？一文字目。答え言って。一文字目言って。一文字目言って。これ、やばい。いや、本命。マジ本命だからね。